ドライ納豆好きなんですよねでちょっとだけこうかすかに納豆臭がするんだけど、うん、嫌じゃないぐらいの、うん、いやいや俺は本当に納豆そんな好きじゃなかったのにドライ納豆はあこれ食えると思って、うん、酒のつまみに最高ですよ、うん、うどんですかいそばですかいラーメンですかい国際線で結構だからドライ納豆とかうどんですかいとか食うの好きだよ あとね、ラウンジのカレーも。なんか、やっぱり世界のエアラインの中でも、まあ、ユニークかなっていう。ただまあ、JAL っていうのは、本当にひどい会社で、昔は。ひどい会社だったんですよ。はい、ご存知だと、日本は1945年に戦争に負けますよ、ね。で、負けた直後から、うん、その GHQ によって、日本国籍の飛行機は飛べなくなったんですよ。うん、例えば、中島飛行機って会社は、その後、プリンス自動車、 っていう、ね、一部の人たちはプリンス自動車っていうのを作って、で、それが日産に買収される、富士重工もね、スバルの富士重工も昔は飛行機作ってたわけです。まあ飛行機の生産っていうか、そこの技術者たちがみんな自動車、うん、飛行機が作れなくなっちゃったんで、10年間。ちょうどその時に日本は、うん ジェットエンジンの製造ができなかった。まあ要は飛行機は作れなかったんで、ん日本の航空機産業っていうのはほぼ崩壊したんです、ね。民間機は、まあもう YS-11 っていうプロペラ機以来、もう日本では作れなくなって、MRJ って呼ばれていた三菱重工の飛行機も結局、頓挫してますよね。で、ホンダもアメリカで作ってますね、ホンダじゃ。当然航空会社も禁止されて、サンフランシスコ平和条約。 で、日本の主権が回復してから航空会社が認められるようになるわけですよ、ね。あの、日本政府が半分出資して、残りは民間企業が出資して、半官半民の航空会社として作られました。ただ、その日本航空が設立されたぐらいの時期って、日本もどっちかっていうと左翼化していった時代で、うん、学生運動とかもものすごく盛んで、うん、組合の活動とかがものすごく激しかった。 ジャルは組合が4つとかあるんですよ。そう,そういうの、いわゆる御用組合ってやつなんだけど、当時みんなその労働運動に対して会社側はすごく嫌だったわけじゃないですか。だからいろんな解決策を考えて、まあ会社側の意見をなーなーにできる。まあ結構1980年代にいっぱい事故を起こしてるんですよ。国際線でも事故。 多分2回ぐらい起こしてるのかな、うん、?80 年か81年ぐらいに、あの、羽田沖事故を起こしたんですよ。うん、羽田空港に着陸する時に、着陸した後、逆噴射ってど、機長がミスってというか、と頭がおかしくなって、うん、まだ着陸する前に、うん、海の上で逆噴射しちゃって、うん、機長が逆噴射とか、やめてください機長みたいな、くそ重視が。 当時の多分流行語大賞みたいな感じでした。逆風にしよう。で、その3年後ですよ。うん、今でも覚えてますけど、大阪<ー>山のジャンボ機が墜落した事故。うんはい、まあ、あれが決定的でしたね。その、大阪、伊丹空港かなんかで起こした、その、汁持ち事故。によってその圧力隔壁が破損していたのを、その、修理をしたんだけど、うん、もう今は全、全特会しなきゃいけないルールになってますけど、 強度不足で、金属疲労と残して、うん、相模湾沖で圧力核撃がボーンって吹っ飛んで、そういう状態で相模湾で、えー、と羽田に帰ろうとしたんだけど、まあ、それは良くなかったですね。もう名古屋とかそっちの方に行っちゃった方が良かったかもしれない。まあ,まあ風にやられて山に突っ込んで、大須、うん、高山に突っ込んで、うん、まあさらに悪かったことに登山道もないような卑怯なわけですよ、うん、あの山は。 地元の人ももう滅多に立ち入らないというか、ほぼ誰も行かないような場所にあったんで、今みたいに GPS とかもないから、えー、と飛行機がどこにあるかもわかんなかったわけですよ。だから、すぐ見つかってたら、もしかしたらもう少し助かってたかもしれないけど、まあ4人しか助かんなかったっ思うんですよ。と まそういう事故を起こしたりして、もう評判が地に落ちて、経営状態はどんどん悪くなるにも関わらず、組合の人たちは相変わらずそのストをやったりとかするわけですよ。で、最終的に経営破綻するんですね。最終的に、会社構成法っていうのを申請して潰れるんですね。で、会社構成法っていうのは、結構、どうしようもない会社に適用される倒産の中でも、割と悪い方の倒産なんですね。でも、JAL の場合は、 ほとんど戻ってこなかったはずです。債務多分1%とか1、1%未満だったはずです。うん、まあ、最近亡くなられた、あの、京セラ創業者の稲森さん、稲森和夫さんが経営再建で入ったんですよ。うん、いや、さすがに会社構成を申請して潰れたんで、それはやっぱりやりやすいんですよ、そのリストラとかも。あの、ちゃんとした会社に生まれ変わらせればできたんだけど、今までの負の遺産を結局何もできなかったんですよ。で、それを全部カットして、 稲森さん入って、まあ、経営の神様と言われた稲森和夫さん入って、JAL、うん、を立て直したんですね。マイナーのこといろいろやったんだけど、うん、ま、割と良かったなと思ったのは、あの、鶴丸のロゴを復活させたことですね。この鶴丸に対して、すごく日本人は安心感があるんだって。まあ、なんかよくやる間違いよ、企業が。なんか、ダサいとか古臭いとか、そういう話じゃないの。で、債務がもうバーンってなくなったんで、うん で、今コロナ来たでしょ、うん、今アナの方が苦しいですよね。JAL よりいい経営をしてたのにも関わらず、うん、コロナで、あの、本当に存亡の危機に立たされた。そういう形で、その、リブランディングをして、すごくいい返しに変わりましたよね。うん、僕は結構使ってるんで、うん、あの、すごくわかるんですけど、うん、もう以前よりかなり良くなりましたよね。その、うん、CA さんのなんかその接客とかも。 含めてですけど、あの、なんかこう、明るさとか、うん、未だにあのイメージがあって、CA には、うん、ま単なる、あれなんですけどね、ウェイトレスみたいなもんなんですけどね。まあ、もちろんその安全業務とか、もちろんあるんだけれども、うん、まあ、給料とか労働条件の割には過酷ですよ。うん でも、うん、CA になりたいんです、憧れなんです、みたいな、女子大生まだにいますね。うん、やめとけよといつも言うんですけどね、して、うん、今もうめちゃくちゃ厳しいんですよ。その、乗務員の飲酒規制が。出、うん、発の1日前とかかなはもう飲んじゃいけないんですよね。だから、出張とか行っても、ニューヨーク行ったら2泊3日とか、うん、あの、1泊2日だったかなまあ、ニューヨーク入れるんですよね。うん、で、飲みに行ったりしたいじゃん。 さらにコロナで大打撃を受けて国際線もほぼなくなっちゃったじゃないですか。確かに。だから今 JAL とかの制度では、JAL の CA から聞いた話で言うと、沖縄に移住する制度とかあるんだよね。<laughs> 要は、えっ、ー、と、日本トランスオーシャン航空に出航みたいな感じになるわけ。あ、日本トランスオーシャン航空って、はい、旧南西航空っていう,う JAL グループの航空会社なんだけど、うん、要は、親会社の JAL とその JTA は、要は、 給料システムは違うわけですよ。給料安いわけ、簡単に言うとね。さらに言うと今、航空会社、ジップエアーとててるジップエアーで JAL 系の LCC なんですよ。ジップエアーめっちゃ安いからね、今。まあ、世界の潮流なんですけど、うん、LCC のビジネスモデルにも行かなきゃいけないっていう。うん、けど、そういうニーズもありますよねっていう。うんうん、そんな感じじゃないですかね。かまあ、そういうようなこともあり、JAL は、今は、うん、 かなりいい会社になりましたねっていう。